飼料とは、家畜、家金幼魚などの飼育される動物に餌として与えられるものを言う。主に、養鶏や畜産など事業として飼育される家畜に与える餌を言うことが多く、幼魚に用いるものは、飼料と呼び区別することがある。特に飼料にする目的で栽培され、基本的に人の食用にしない植物を飼料作物と呼ぶ。人は直接摂取することが困難な飼料を家畜に、 消化させて、その家畜を労働力や栄養源として利用してきた。古くには、牛や馬、羊の飼料として、稲科及び豆科の植物体及び種子が、森林地帯においては、豚の飼料として、ブナ科植物の種子が主要な飼料として用いられていた。初期には、遊牧的な利用がほとんどで、餌となる飼料が尽きれば、家畜も人と共に移動していたと考えられる。 ヨーロッパならの葉と、ジツゲルマン人所属やスラブ人所属で、代々的に利用されていたブナカ種子を飼料とする豚放牧は、定住による農耕の開始と森林の衰退によって、ほとんど消滅した。定住農耕社会が成立すると、飼料を安定的に売ることが、家畜の維持のために必須となり、飼料作物の利用と保存性向上の技術が発達する。保存技術とは、具体的には、 ライムギ等の保存性の良い穀物の利用、牧草の乾燥保存とサイレージなどが挙げられる。これとは別に、東アジアから南アジアにかけては、豚あるいは養魚場の鯉に有機性の廃棄物、その他を摂取させ、食料と肥料を得ている循環的な例もある。1960年代までは、日本でも豚の餌として残飯が多く与えられていた。今日多く利用される飼料は穀物。 稲科牧草、豆科牧草などで日本国内では穀物を栄養成分の中心とし、対象の動物によって適正な割合に配合した配合飼料が主流である。飼料の確保は食料政策上非常に重要なテーマである。牛乳や食肉の生産では飼料の調整によって食味に多大な影響があり、先進国における食肉及び乳製品への強い 思考の結果として、発展途上国では通常人が口にする穀物が、先進国向け食肉生産の資料に利用される、傾向がある。しかし、これは還元すれば、人の食料たる穀類を食肉に変換する、非効率な作業に他ならず、世界の食料需給を不安定にし、飢餓に拍車をかけている。また、一国の内部でも、ソビエト連邦体制の弱体化に関連して、 連邦内の食肉生産量の拡大を目的として、国流予飼料に使用し食料供給に不安を生じるとともに、不作年に大量の穀物輸入を要したため外貨が流出して、経済不安を招いたという事例がある。独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める飼料製造管理者が行う。その他ガイドラインは、 農林水産省による飼料安全法で安全基準を含めた適正製造規範に基づく配合飼料の場合、原料を受け入れ、一時加工、配合二次加工、製品出荷の工程を経て生産者や畜産農家に届けられる。フェットによっての食肉の好みは、先進、途上関係なく、調理法、境遇により好みが分かれる。日本国内ではグレーンフェットが好まれ。 食肉輸入ではクレインを与えられた肉が多い。日本では近年まで国内畜産農家に対する手。しかし実際には飼料用穀物の国内需要はほとんどすべてを海外からの輸入に依存しており、ポストハーベストを含む農薬や遺伝子組み換えなどの品質、安全性の不安視かも市場などの不安定な相場に本動される供給価格や諸外国の不作で需給が逼迫した。 場合にも安定した供給が受けられるかという、いわゆる食料安全保障上の問題があり、構造的に見て非常に脆弱な生産基盤を抱えている。また、海外から飼料を輸入し、米国やオーストラリアなどよりも冷細な事業規模しかない日本の畜産農家は、価格競争において常に劣勢に立たされることになる。極端に言えば、松阪牛も輸入牛肉も、 牛の系統や生産地が違っていても輸入飼料で飼育されていることには変わりがないということになりかねない。このように食料の生産に配合飼料は重要な影響を与えることなどから配合飼料の価格を安定させるために国などにより基金の設立などの各種施策が行われているが飼料の自給力が皆無な点は今なお 国内農業のアキレス腱の一つであり続けている。ありがとうございます。